はい、こんにちは、陽介辻です。えー、私はパーソナルトレーニングジムの運営や、まあ、本の出版、音楽活動ですね、打楽器奏者としても活動をしています、えー。今日はね、筋トレは潜在能力を引き出すという内容でお話しさせていただきます。はい、皆さんはね、筋トレどうですかね、やってますかね。 なかなか筋トレできてないという人も多いとは思うんですけども、まあ、日々ね頑張っている人もいらっしゃると思います、まあ、筋トレの、ね、効能として、まあ、筋トレすれば筋力が上がるし、まあ、いい体にもなれる、まあ、ボディメイクとしてやってる人も多いと思いますあとスポーツねスポーツパフォーマンスが向上させるという目的でやってる人も多いのではないでしょうか あとはダイエットとか健康になれるっていうのも、まあ、筋トレをする目的になっていると思います。で、まあ、このようなね、まあ、の効果を期待して、まあ、目指して目標にしてやってる人も多いと思うんですけどももう一つね筋トレをすることによって、まあ、期待してほしいことがあります。それは、まあ、自分自身の潜在能力を引き出すということですね。 まあ自,分の自分自身が本来持っている力をもう本当に引き出し、まあ、目的につなげていく、まあ、目的ですけどね目標目的ありますけども、まあ、いろいろね先ほど言ったダイエットとか、まあ、スポーツパフォーマンスとかに、ね、つなげていくということなんですけども、まあ、筋トレをすることによって、まあ、あのそのもう少し奥の方のことも 知っっててていて欲しいいしかなと思っています、まあ、根本の方なんですけども、まあ、要するに心の部分心の部分にもフォーカスしてもらえればいいかな、まあ、それは意識とか捉え方考え方ここをね、まあ、どのようにあの捉えていくかっていうのを考えてほしいです、まあ、できればねこの部分をポジティブに考えて、まあ、筋トレをすることによって で、まあ、自己肯定感を高めていくっていうところをね。ちょっと感じてほしいかなと思います。で、あの自己肯定感だけじゃなくてまあ、筋トレすればまあ、自信もついていきます。私なんてまあ運動をなかなかしたことないからできないっていう人もですね。筋トレを続けることによって。あれ、案外私ってできるんだなっていう方で結構多いんですよ。 でまあ、そういう人の方が意外と筋トレ長く続けてもらったりとか、まあ、筋トレの効果を肌で感じて頑張ってもらっているっていう部分はあるんですよね。でまあ、そうやってまあ自己肯定感が高まったり、ね、まあ、あの自信がつく自信が出ていくことでまあ目的としているところに意欲的に取り組むことができます。で まあその途中経過としてまあ目標に達成がまあ簡単になっていくというところですねなので筋トレは筋肉による目に見える変化だけじゃなくて心にも注目してほしいと思っています、まあ、筋トレしてる人は、まあ、分かってるようにポジティブな人結構多いと思うんですよねまあ中かね芸人さんとかもたくさんいますけどちょっと 厚苦しくて面倒くさい人もね中にはいるんですけども、まあ、そこはね例外として、まあ、あの自分自身が前向きになって自信持って目指すところに意欲的に取り組めるならば、まあ、プラスになるんではないでしょうか。はい、で意識捉え方考え方が前向きになると、ねまあ、人生にもね影響を与えてくれます。 でまあ、結局のところね今,今ある現実は今あなたが思っている、まあ、意識とか、ね、思考で、まあ、その現実が作り上げていますなので、まあ、どのように物事を捉えて前向きに捉えて考えて進めていくかというところが、まあ、これからのね、まあ、の良い日々良い人生につながっていくんではないかなと思いますえっ、ー、とねあ,あ,るとある人がこういうことを 言ってましした反戦活活動動には参参加加なないい平和らするとあこれねまあよく聞いたりとかするとは思うんですけどもまあ反戦活動に参加しないというところは、まあ、戦争という意識が働いた中で活動している、まあ、戦争をイメージしてるわけですよね。だけど平和活動なら参加するっていう。 にするとまあ、平和なな世界をイメージににした活動になっていきます、まあ、どちらも平和をね願った活動なんですけれども、まあ、どちらがね平和,が平和につながるのかなと考えた時にやはり平和活動なら参加するっていう思いでやった方が平和につながるのではないかなと私も考えています。これはねあのダイエットも同じなんですけども太らないようにダイエットをやるっていう人も 結構多いですで逆に、まあ、例えばね見惚れる体になるためにダイエットをやるっていうことにした場合、まあ、どちらがねダイエットの成功につながるかっていったらやっぱり見惚れるか体になるためにダイエットをやるというふうにした方が、まあ、成功につながるのではないかなと考えていますまあ太らないようにダイエットをやるって考えると 太らないっていう,、まあ、もう太るっていうところに注目しているんで、まあ、太って自分自身をイメージしちゃってるんですよねだからなかなかねその自分が成りたいた理想の体をイメージできてないんでダイエットの成功というのはちょっと遠くなるかなという感じです、まあ、そうならないために、まあ、見惚れる体になるために、まあ、その向けたイメージと取り組みをしてほしい 理想の体を自分で思い描いてそこにもうちょっと楽しみとか、まあね、ワクワクした気持ちを持ってやってあげると、まあ、ダイエットの成功はできるのではないかなと思います。はい、で、まああのねまあ、まとめになっていくんですけれども、まあ、今目指しているもの目標となっているものを、まあ、どう捉えて考えているのか、まあ、い今一度見つ目直してもらって くれると嬉しいかなと思います筋トレはまあ、あなた自身の潜在的き持ってる能力を引き出してくれますでその根本を成長させてくれるまあ、心にもアプローチができますのでまあ、ぜひぜひねまあ、あの筋トレをね積極的にやってほしいかなと思います筋トレによって皆様の日々や生活が、まあ、より良いものになってくれることを願っていますこれからも頑張っていきましょう ようすけ辻でした。ありがとうございます。